りから質問を答えます。答える配信です。ライト募集したんです。です。タグビス七。ツイートするのでお待ちください。インスタのストーリーから皆さんからになっちゃった。間違えた。急ぎすぎて。やってください。やり直させてください。あ、編集できたんだ。知らなかった。編集できるんだね。これインスタのストーリーに皆さんから入れる編集させてください。オッケーです。インスタのちょっとのど飴食べさせてください。そして始めたいと思います。皆さんたくさんアイテムありがとうございます。ありがとう、ありがとう。見逃してた。ようちゃんさんありがとう。レナメロちゃんありがとう。タラコさんありがとう。ドレックさんもありがとうね。ありがとう、ありがとう。最近私は星にハマっておりまして、こちらのヘアアクセをかっこつけますか。のど飴。はい、ということで皆さんから質問を募集したので、行きたいと思います。答えていくね。いきます。始まりました。はい、いきますね。アイドルじゃなかったらどんな仕事についてたと思うっていう質問。なんだろう。なんだろうね。
でも美容系が好きだからそっち系かな。なんかネイルとか、ネイルはでも器用じゃないかできないけど、ネイル美容系やってそうな気がする。美容系の何かについてそうだなって思いますね。カフェとかで働いてそう。めっちゃフランフランに月の形に光る加湿器見つけたよ、報告してくれた。ちょっとそれは絶対に見に行く。スクショしとこう。月の形に光る加湿器見つけた。私めっちゃ月が好きで嬉しい。教えてくれてありがとうございます。乗り物で、じゃあ次の質問に行きます。乗り物で移動中起きてるか寝てるか どちらでしょう。私は絶対に寝ます。なんか寝ちゃうんですよね、すぐ。車とかに乗るとすぐ寝ちゃうし、飛行機とかも絶対に寝るし、新幹線も絶対に寝るから、多分というか寝てる。移動中は絶対寝てます。これから映画館で見たい新作映画あれば教えてください。今何があってるんですかね。なんかディズニーがあるって噂聞いたんだけど本当なのかな。ディズニーが映画館で放送されるっていうなんか噂を聞いて、まあ、めっちゃ見に行きたいなとは思ったんですけど、あ、新作ではないかな。何買ってるの今。髪の毛変わった。そう、前髪開けてみた。巻いてるのあんま分かんない、近すぎて。ちょっと遠目でしようか。そんな感じかな。映画はね、分かんない。だけどディズニー系見たいね。たくさん質問がある。選べない。いっぱいありがとう、みんな。選べないんだけど、おすすめのストレス方法、ストレス解消法は何ですか。私的なストレス発散法は友達と話す。友達とかメンバーとかとめっちゃ笑うことですかね。それか映画とかを見て泣く、大泣きすることが私のストレス発散かな。寝るのもまあストレス発散にはなるんだけど、最近は寝るよりは人に話して人に聞いてもらったり、あの泣くことかな。と思います。うん、私はそう。食べるのもね、ストレス発散にはなる。誰かと美味しいものを食べるとかいいんじゃないかな、ですかね、私のストレス発散法は。です。応援してます、ありがとうございます。今もまだみっちょ
飲んでいますか。最近ずっと飲んでる、ずっと飲んでる。毎日1本ぐらいは飲んでる。あとコーン茶、コーン茶とミチョと、最近カフェオレが飲めるようになってカフェオレ毎日飲んでます。前まで飲めなかったんだけど飲めるようになっちゃって最近飲んでますね。うん、次の質問に行きます。ななちゃんがこの秋食べたおすすめの秋スイーツはグルメ教えてほしいです。うわー、ちょっとこれはなんだろう、いっぱい、今年はなんか夏をめ、夏じゃない、秋をめっちゃ、秋の食べ物をめっちゃ満喫してる気がして、まずセブンのマカロンアイスの紅はるかを食べました。あと生チョコアイスも食べたし、あとなんだろう、芋系のスイーツ、アイスとかめっちゃ食べました。何がおすすめかな、でもマカロンアイスめっちゃ美味しかった。紅芋はるかのマカロンアイスは本当に美味しかったですね。あれは、あ、セブンじゃない、スタバの芋も美味しかった。あとスタバのドーナツ、丸いふわふわドーナツみたいな、あ、もっちりボール、抹茶パンプキン、めっちゃ美味しかった。今もあるか分かんないけど、あとチーズケーキも美味しかった。めっちゃ食べてる、スタバの新作。そう、ずっと狙っててスタバの新作を。これかぼちゃか栗のチーズケーキ、めっちゃ美味しかった。最高だったね、ほんと。あとなんだろう、やっぱアイス系が多いかな私は。なんだろう、あとなんだっけ、タリーズの芋も美味しかった、めっちゃ甘くて。皆さんぜひ甘いもの食べてみてください。ほんと食欲の秋すぎてもうね、お腹が足りない、あの胃袋が足りないね。芋とか栗とか大好き、足りない。本当に足りない。皆さんのおすすめも教えてください。今年の秋に食べたもの選べないよね。でもまだいっぱい、最近コンビニ行くとさ、なんかもうオレンジじゃん、めっちゃスイーツの部分、もうね誘惑がすごい、本当にすごいからさ、あーすっごい引っかかる、蝶々ちゃんが引っかかる。だから毎日あの戦ってる誘惑と、栗おこわ飯はやばいですね。ミスドのさつまいもも美味しかった、めっちゃ美味しかったねえ。みんな誘惑に勝とうね、ファイト。はい、次の質問、どんなパジャマ着て寝てる。私は半袖、まだ半袖半ズボンのグレーのパジャマを着てます。あの布
団を変えてからすっごいあったかくて、その布団がモコモコで 寝てたら夜暑すぎて目が覚めちゃって、あの半袖半ズボンに戻りました。めっちゃね、あのいい、最高、ちょうどいいです。ジェラピケのグレーのパジャマ、そうです。モコモコはちょっと早かった、まだ。今度パジャマ配信見てみたい。そうだね、お風呂入ったで多分遅くなるからね、時間、多分お風呂入ってるかもしれない。お風呂入った後に配信とかするかもしれない、もしかしたら、わかんない。写真もね、つけて送ってくれてる。あ、これさ、書いてたがいいね、インスタの質問答えてます。はい、はーい。私服はスカート派、ズボン派。私はズボン派ですかね。スキニーとか大好きで、うん、スカートはね普段あんまり着ないかも。あ、でも着るんだけど、どちらかというと割合的にはあれが多いかな、ズボンが多いかな。質問いっぱいね、そう送ってくれてる。次の質問、ででん。iPhone のシリーズ教えてください。iPhone は12 Pro です、今私が使ってるの。12 Pro だよ、ありがとう。アイテム、です、12 Pro。 今韓国に留学来てるんだけど、もうすぐ帰国する。お土産プレゼント送りたい、何がいい？友達、友達に連絡してくれるみたいに私に質問送ってくれて嬉しい。嬉しい、こういうのもね大歓迎です。もうすぐ帰ってくるんだね、日本に。お疲れ様、留学いいね。留学楽しそうだね。エピソード聞かせて。お土産はね、何にしよっかな、ちょっと考えて LINE するね。待ってて、気をつけて帰ってきてください。歯の矯正してましたか？してない、してなかった。なんかいざそうやって言われると見せるの恥ずかしい。私はあんまりこの歯は好きではない。でも嬉しい、見てくれて。可愛い系ファッションとかかっこいい系ファッション、綺麗系ファッション、どれが好き？私は全部好き、全部好きだね。可愛い系も着たらハッピーになるし、かっこいい系だとなんかどうってなるし、綺麗系だとお姉さんみたいな、ちょっとおすましみたいなできるし、結構ね全部好きかも。もうちょっと下にしたい。割とね、いろんな服を好む傾向にありますね。よいしょ。
どう？いい感じ？はい。どんなのが好きかな、みんな逆に。可愛い系か綺麗系か。いろいろねあると思うんだけど。あ、ストリートね、私も好きだよ。ダボット、あ、モード系好き。私もまたいろんなね、私服を、私服とかギャップがあるよね、衣装と私服って。だからね、いろいろチャレンジしたいと思います。よろしくお願いします。ギャルね、ギャル系はあんまり着たことないかもしれない。ありがとうございます。いろんな私になります。パーソナルカラーかパーソナルカラー教えて。診断したことないんですよね。なんだろう、あんまり気にしたことがない。なんか噂によるとブルベじゃないって言われるけど、イエベの色も好きだし、全然気にせず使っちゃってる。なんだろう、何ベなんだろう、ブルベかな、イエベかな。イエベっぽいよね。でも誰かわかる人いますか今度診断行きたいな。MBTI だっけ、それは何か分かる。 MBTI はその人のなんか性格とか特徴とかが分かる診断です。はい、次の質問に行きます。あ、パーソナルカラーは測りに行ったことがないから分からないけど、言われるのはブルベです。最近食べて一番美味しかったものは何？なんだろう、マカロンアイスかな、紅芋はるかのマカロンアイスな気がする。うん、いやでもオムライスも美味しかったな選べないです。今日のご飯も美味しかったし、あれも美味しかった。あ、今日初めてあれ飲んだんです、スタバのなんだっけ、ハニーウーロンだっけ。何ユーロンでしたっけ。ハニーカモミールティーラテも初めて今日飲んだんですけど、めっちゃ美味しかった。本当にみんな絶対飲んでほしい、超美味しかった、最高です。北京なので好きなのに見れません、思いは伝わってますか、という質問をいただきました。伝わってます、ありがとうございます思いは伝わっているので安心して北京に挑んでください。ファイト。スタバの新作は飲みましたか。もう黒いやつだよね、ブーボーみたいな。飲んでないんだよね。飲んだ方いるかな、どんな感じ。美味しいっては聞いたけど、真っ黒だからね、どうなんだろう、何味なのかな、あれはそもそも。
と30分ぐらい。芋？キャラメル？未知の世界ですね、あれは。イカスミみたいな感じで飲んでこうヒーって笑ったらめっちゃ真っ黒になりそう、歯が。その辺も教えてほしいなでもしさ、配信しますってなって、そのスタバの新作をじゃあレビューしますって言って飲んで、めっちゃ美味しいとか言っていいってしたら真っ黒だったらさ、めっちゃ恥ずかしくない？イカスミの流れでいくと。だからちょっと教えてほしい、飲んだ人いたら、スタバの新作ボーみたいな。かぼちゃなんだ、うわめっちゃ飲みたい。かぼちゃ、かぼちゃ飲みたい。かわいいじゃん。でも絶対みんなスクショするでしょ、まずそのいいのとかスクショして絶対いっぱい載せるでしょ。怖いよ、それはちょっと恥ずかしいからねおはぐろななちゃんってトレンド入りしちゃう。皆さん飲んだら教えてください。かぼちゃも好き、芋もかぼちゃも栗も大好き、秋の食材全部好きです。最近のマイブームは何ですか？最近のマイブームはなんだろう、散歩かな。うん、散歩です。散歩をすることかな。あと本を読む、ちょっとだけね。ほんとマイブーム、ほんとちょっとのマイブーム、本を読むことかな。ほんとに最近さ、めっちゃ涼しすぎてお風呂上がりとかにね、散歩し行きたくなるんだよね。ほんと一瞬で帰るけどね、ちょっと外の空気を吸って帰ってきたりする。結構それがね、あれになる、リフレッシュになるかも。ベランダで本読んだりしてみた本当に涼しすぎて、なんかこの涼しさを体感しないのはもったいないなと思って、外でベランダで本を読んでみたりしました。1時間ぐらい。ちゃんと熱い服着たよ、安心してください。ちゃんとあの裏肝の洋服を着て読みましたね。かな、そんな感じかな、マイブームは。はい、お、3位まであと少しだ、ありがとうございます。でも今はちょっと時間がねあるからこういうことができてるんですけど、本を読んだり散歩したりベランダで本を読むなんかね、あんまりしてこなかったけど、最近ねちょっと時間に余裕があったので、はい、やってましたね。そんなことも。でも明日からはちょっとバタバタになっちゃうから本はあんまり読まないかもしれない。でもちょっと読んだりしてるっていう感じですかね。ラブですって、ありがとう。私も広島のイベントで食べたいものはもう絶対にお好み焼きじゃない？食べたい。食べれるかな。広島の牡蠣とか有名だよね、確か。いいな広島。美味しいもの知ってる？
行機の中では読まないな。飛行機の中では読まないね。寝ちゃうんだもんね、なぜか。私牡蠣大好きだよ。もみじまんじゅう大好き。絶対に買って帰る。絶対にお願いします。お好み焼きも好きだよ。全部好き。嫌いな食べ物があんまりないからね、全部テンション上がっちゃう。広島餃子とかあるんだ。揚げもみじ？そんなのあるの？穴子？焼きもみじ？初めて聞いた。うわ、ちょっと お土産屋さんをちょっと探索します。楽しみ。広島でイベントなんてさ、初めてだからすっごく楽しみです。私は汁なし担々麺も人気なんだ。楽しみになりました。11月の広島でのイベントが11月の4じゃない12にありますので、ぜひ皆さんお時間あれば見に来てね。会いに来て、広島に住んでる方とかぜひ会いに来てくださいますと嬉しいです。次、TikTok でしてみたい曲。そう、私さっきね、お TikTok 撮ろうって思ったんだよね。何の曲がいいんだろう、分からなくてさ、結局あの曲を選んでる途中にもう9時になるから、あってなった。これ撮ろうかな。ちょっとこのあと何が流行ってるのかな最近。生誕ティー楽しみすぎます。嬉しい。で、楽しみにしててほしい。とっても。私はね、頑張ったの。今回ちょっと。今回、前回も頑張ったんだけど、今回はより、もう見せたい。見せていいかな。見せていいかな。絶対にダメだけど。なんかね、今回はちょっと自分で書いてみて考えてみた。そう、前回は前回は結構何文字とかだったから、文字と写真だったから配置とかに結構こだわった感じの生誕ティーだったんですけど、今回はねちょっとあんま言っちゃいけない、ダメ、いいよね。今回はちょっと書いてみたりしたりしなかったりして、ちょっと自分らしさを出してみました。そう、めっちゃ楽しみにしてほしい。結構自分でもいいじゃんって思うものができたので、あと生誕ティーと生誕の生誕タオルもあるんですけど、それもねちょっとそういろいろ考えたので、ぜひ皆さん見てみてほしいな。まだ発売されてないんですけどね、発売されたらよろしくお願いします。そんな感じですね。アクスタの衣装なんでしょうね。お楽しみに。まだまだ来年なんですけど、生誕は。お楽しみにしてくださいませ。お、なんだこれ、何これ、ありがとう。だどの方、今のは何今のは何だったの、今のはどういう、何なの、
元気。ルルさんありがとう。え、今の、え、何今の、普通にポーズしちゃってたけどさ通知が来てない。それでは次の質問に行きたいと思います。ナナちゃんのアプローチは待ち受けなんですか。私はナナちゃん、え、嬉しい、見たい、私にしてくれてる。なんかロック画面とかにしてくれてるのめっちゃ嬉しくて、みんな どんな写真にしてるのかな、私の。嬉しいです、とっても。私はね、空の写真にしてます。空の写真を 5,6 枚お気に入りのを選んで 5,6 枚と、あと友達と私の後ろ姿にしてます。ありがとう、みんないっぱいアイテム投げてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ニーニーだった、ありがとう、皆さんありがとうございます、嬉しい、追い上げてるよ、ありがとう、ありがとうございます、嬉しいです。ニーだ、ありがとう、ニーニーニーみなさんありがとうございます、嬉しい、ありがとうね、本当にありがとうございます。と、私はなんだっけ、何の話してたっけ、待ち受け、待ち受けも空にしてる。空大好き人間すぎますね。私最近撮ったお気に入りのはってコメントあったんですけど、さっきストーリーにあげたの結構お気に入りです。ビルに反射してる空めっちゃお気に入りです。そんな感じですかね。いつから空が好きになったの。え、ずっと好きだったけど、こんなに空にまみれてるのはここ 1,2 年、1年くらいかな。でもずっとね、景色とか空とか自然が大好きだったから、そうだね、そんな感じだね。ありがとうございます。え、みんな何のロック画面か後で送ってください気になります。はい、次の質問に行きたいと。ケンタッキーでいつも何食べますか。ケンタッキー私食べないな、あんまり。え、昔食べてめっちゃなんだこれはってなったのは、柚子とかの、柚子胡椒だったっけな、なんか柚子のなんかあったんですよ、ケンタッキーで。それ食べてめっちゃ感動しました。美味しいって思ったけど、ずっと食べてないですね最近。なんかおすすめあるかな、教えてほしい。ケンタッキー美味しいよね。ケンタッキーのあのあれが好きです。あの何、ポテトがめっちゃ好き。あ、月見バーガー、ケンタッキーも出てるんだね。うわー、めっちゃ月見バーガー食べたい。月見バーガー食べ比べレビューとかしようかなマックとかいろんなとこかき集めて。洋服よくどこで買う。洋服は天神ソラリアとかですかね。天神でよく買います、買い物します。ネットでも見るんですけど、ネットでも買うんだけど、街に出るとなるとやっぱ天神、福岡の天神って街何でもあるから天神をふらついてますね、うん、
身につけられるものでナナちゃんとお揃いしたいんですけど、一つ紹介してもらえませんか。なんだろう、何系がいいのかな。身につけられるもの、なんかのどあめ食べました。なんだろう、身につけるアクセサリーとか、あ、ET ちょっと今手の届かない場所にいるので届かない。 ET リングとかガチャガチャで400円でできるのでありだと思う。アクセサリーとかだと最近ずっとつけてるのはこれ、キャロル&キースの指輪を最近、これ毎日つけてだけど、これね引っかかるんですよ、こういう服に。危ないの、ほつれちゃう原因なんだ。これ可愛いんですよ。でも時計はアップルウォッチです。見える、可愛くない。一目惚れしました、この子には。ピンク、シルバーと私の大好きなピンクです。いろんな色がある、ゴールドとかもあった気がする。あ、もう売り切れてる。うん、だって可愛いもんこれ。これとかお揃いできるんじゃないかな。うん、かな。アイテムだと、あとなんだろう、ロック画面とか身につけられるものって難しくない？ロック画面、私の大好きな空を共有しようかな。でもインスタに載せてる空だよ、だね。そのアプローチに登録してるのは、うん、ありがとう。お花、うん、もう15分だ。あとカチューシャとかしないの。カチューシャ最近するよ、今手に届くから紹介するね。まず一つ目、でで、真っ黒、つけるとこんな感じ。ちょっと前髪あれだけど、次これ、これまだ一回もつけて出かけたことない。あ、すごい難しい、こんな感じ。これ一番私が気に入ってるのはこちらです、真っ白ちゃんと。今ピンしてる、こちらおすすめです。これめっちゃお気に入り。マシュガンのカチュ、そうこれです、マシュガンの時のカチューシャ。あ、やばい、引っかかった、爪に。ああ出てきちゃったよ。ああ、やばいやばい、この前髪の維持めっちゃ難しいんですよね。まあいいか、カチューシャ3つ、私のカチューシャ3つです。これから集めたいな、冬に。冬とかつけてたら可愛いよね。
マシが見てくれました皆さん。マシがあれめっちゃ面白いよね。めっちゃ楽しかった。まず撮影も、撮影も楽しかったし、本当に面白い。やっぱメンバーが普段からよく喋るメンバーとか同じチームのメンバーだったからすっごいね楽しかったですね。面白かった。皆さんぜひ YouTube のとっとうとうチャンネルにマッシュアップガールという新しい企画が始まったのでぜひ皆さん見てください。あと13分。質問に答えますね。はい、マシュガがめっちゃ好評で嬉しい。ありがとう。また次ね、次も撮ってるからお楽しみに。はい、次今年チョコミント一番お気に入りは何ですか？今出てるセブンで出てるあれあるんですけど、チョコミントのバリバリになってるやつ、チョコミントの周りにチョコが固まってるやつがあって、それを崩しながら食べるやつがあるんですけど、めっちゃ美味しいです。あれ本当に美味しい。ぜひ皆さんも食べてほしい。本当にねパリッパリで美味しい。あとアイスの自販機セブンティーンっていうやつがあるんですけど、それもめっちゃ好き。久しぶりにやったこのポーズ好きです。一番はやっぱそれかな、バリバリのチョコミントかな。好きなパン教えてください。私ね昨日すっごいものを食べました。ほうじ茶メロンパンとなんだったキャラメル、じゃシナモン、なんだったっけ、ど忘れした。ほうじ茶メロンパンがもう本当にまず美味しすぎて、あ、メープルクロワッサンだ、メープルクロワッサンとほうじ茶メロンパンっていうのを買ったんですけど、すっごい美味しかった。少しレンジで温めて食べたらもう美味しすぎて、お店なんてとこだったっけな、劇場の近くにあるマークイズにも入ってるお店、パン屋さんだった。あそこはなんて名前なんだろう、ハートブレッドアンティークネコネコ食パンです。そう、ここで買ったの。天神とかにもねある、博多駅にもあった気がする。ここだと思う多分。このね同じね柄がねあったんだよね。
待ってね、ちょっと正式名称というか、ハートブレッドアンティークお店かな。すごい美味しかった。ハートブレッドアンティーク。あ、そう、こちらです。あー、そう、これだよ。ハートブレッドアンティークっていうお店のほうじ茶メロンパンとメープルクロワッサン、すっごい買った。美味しかった。めっちゃほうじ茶のものがいっぱい出てて、メロンパンを私は食べたんですけど、ここのねパンはもう全部美味しくて、マジカルチョコリングっていうのがあるんですけど、めっちゃでかいこんぐらいのチョコが入ってるパンがもうすっごい美味しくて、これもねレンジで温めるとすっごいチョコが溶けて美味しい。あとねチーズフランスっていうのも美味しいよ。チーズがもうたっぷり入ってる。こちらもあのレンジで温めていただいて召し上がっていただくとすごく美味しくいただけます。カレーパンも買ったの。そう、今日の朝はカレーパンを食べました。こちらのお店のメロンパン、そう、本当に美味しかった。みんなぜひ食べてみてください。なんかねメロンパンも周りがサクサクで最高なのよ。ぜひ行ってみてください。福岡だけなのかしら、こちらのお店は。そんなことはなさそうだけどな。ぜひ皆さん食べてみてください。店員さんみたいに熱弁しちゃった。パン大好きなんだよね私。そして絶対に温めがち温めがちなの私パンを。出来たてで味わいたいから、ちょっとでも出来たてっぽいあと6分だ。次の配信は10時半からだね。30分空きます。最後何しよう。うん、なんだタワーさん、どちら、タワーさんどこ。レナメロちゃんありがとう、ありがとうわ、ありがとうね。いや、パン屋になりたいかも私。パン屋になってちょっと失敗したパンを絶対に食べたい次は何しようかな、何配信にする。コスメポーチの紹介、お、いいね。もうしちゃう。アイス食べたいな。でもお風呂に入ってアイス食べたいから質問の続きありだね。質問の続きしながら、うん、そうだ、質問の続きをしながらいろいろお話ししようかな。あった、ほうじ茶メロンパン、インスタ、これインスタ、皆さんインスタに出てきますよ。ハートブレッドアンティークって入れていただいたら出てきた。私が食べたほうじ茶メロンパン、そう、中にホワイトチョコ入ってた。思い出したら大変。絶品クロワッサン、ほうじ茶、あれ、これほうじ茶だったの、メープルと思ってた。あ、メープルの方だった、私が買ったの。焦がしメープルクロワッサン、
やばいよ絶対にさ、もうカロリー爆弾。ちゃんと半分ずつにして分けて食べました。褒めてください。でもカレーパンも食べたからね、2日連続で。パンってほんとやめられないんだよね。やば、あと3分だ。皆さん後で見てみてね、インスタの方では。ランキングを読ませていただきます。13位ドレックさん、ありがとうございます。12位よしよしさん、ありがとうございます。11位山ちゃんさん、ありがとうございます。10位ゆずこしょうさん、ありがとうございます。9位みゆさん、ありがとうございます。8位ひろとさん、ありがとうございます。7位たっかみのたかこさん、合ってるかな、ありがとうございます。6位銀一のけんさん、ありがとうございます。5位いででまうすちゅうすけさん、ありがとうございます。4位ようちゃんさん、ありがとうございます。3位さしこのじもっていさん、ありがとうございます。2位るんるんさん、ありがとうございます。1位れなめろちゃん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。また30分後に会いましょうね。次も質問に答えながら、答えたり雑談というかコメントでいろいろお話ししながら、今日はお話しする一日になりますね。最後の配信は寝転がって配信してもいいかな。あ、私が、あ、違うか。寝転がって視聴しても、もちろん、なんで寝転がってないの、逆に。もしかして座ってる、立って見てる。全然もう目つぶったまま見てもいいですので。夜も遅くなるので、みんなね、あのゆっくり見てください。質問送ったら答えてくれる、もちろんなるべく全部答えれるようにするので、いっぱい話しましょう。ラスト1時間あるので、正座しないで。ゆっくり見てね。ありがとう。またコンビニ行ってお供買ってきます。じゃあ、あのアイスもよろしくね。じゃあまた後で30分後に会おうね。バイバイ、ありがとう。あとまだ30秒。お風呂の前に座ってる。はあ、じゃあこの30分でお風呂に入ってきてください。ゆっくり使ってね。でも30分ぴったりに上がってきてください。ありがとう、また後でね。バイバイ。